こんにちは、アリストムです。はい、今回なんですけど、私がダイエットをしてて私の痩せていく過程とかを結構楽しみにしてくれる人が結構多いと思うんですけど、プラスで私が痩せた時の姿を楽しみにしてる人もめちゃくちゃ多いんじゃないかなって思ってて、私今日なんと実は20歳の誕生日なんですよ。20歳になったということで、今このまんまるな状態から痩せた時に希望をね、今生で見せることで私のモチベもアップするプラス、見てる方も痩せたらこんな可愛くなるんだなみたいな、めちゃくちゃイメージつく動画が作れたらいいかなって思って、今回はここにお邪魔してきました。はじめまして。はじめまして。ヘアメイクアップの松本恵理子です。リストムです。よろしくお願いします。めっちゃ緊張してる。大丈夫。今日は高田の馬場までどうもありがとうございます。今日は一応本当にこう可愛く変身させていきたいなと思ってるんですけど、どんな感じになりたいとかありますか？私実は韓国アイドルをちょっと目指してて。目指してる。むしろ韓国アイドルっぽくなるのが最終形態で目指していて、なので本当そんな感じになる。絶対なると思う。本当ですか？絶対絶対なる。お顔立ちもすごく可愛いし。本当ですか？うん、で今回はさっきも言ってたみたいに、痩せたらこんな可愛くなるぞっていう、ちょっとこう勇気が出るようなモチベーションを上げる写真を撮っていけたらなと思ってるので、はい、皆さんすごい楽しみにしてもらえたらなと思います。はい、早速、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまずネットをしていきますね。ヘアメイクとか初？いや初です。もう初いただきました。初が激変だもん。いやびっくりです本当に。なんか激変の良さは本当に違った自分に慣れちゃうことなんで、はいはいはい、いつも自分だとカッコつけられなかったり、はいはい、可愛くぶれなかったりするじゃないですか、はい、できちゃう。できちゃうんだ。今日できちゃう。美顔器なんですけど、はい、引き上げと脂肪燃焼。お、脂肪燃焼できるやつです。あーすごすぎる。これ痩せたらこんぐらいの顔のあれになるってことなんですか？肉を今後ろに持ってただけだ。じゃあもうこれなんだ。ありがとうございます。すごい。よし、じゃあ撮影に行っていきましょう。ではお願いいたします。はい、綺麗。はい、いいね。はい、いいね。うん、かわいい。そう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 、かっこいい。あと、ボール見えてる、ボール見えてる。うん、はい、いいね。うん、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 かっこいい。うん、ありがとうございます。いや、これはもう、これ、撮れましたね。はい、じゃあ、私が撮りました。ありがとうございます。はい、ということで先日奇跡の一枚の撮影し終わって大体1週間ぐらい経ったんですけれども、あの時撮ったお写真をお店の方からいただきましたので、完成形を皆様と一緒に見ていきたいと思います。まず初めに言わせてほしいんですけど、いつもの私とは全然違うんですよ。髪色とかメイクとかもすごい。実際にプロのメイクさんとかはロンドンハーツとかでメイクとかを担当した方らしくて、もう本当のプロの方なんですよ。本当のプロの方にやってもらって、なんかマジでめちゃくちゃすごいなっていう。もうまず初手が、撮影もめっちゃ楽しかったし、人にメイクしてもらうっていうのは本当にすごい楽しいなって思ったんですよ。マジで楽しかった。多分撮影1時間ぐらいしたんですけど、でも一生おもろいの。マジで自分が自分じゃなすぎて一生面白くて、まあ、何枚か、まあ、奇跡なのか否かっていうところなんですけど、見ていただきたいと思います。で多分動画でも言ってたんですけど、イメージは K-POP アイドルを目指してたんですよ。だから髪の毛とか衣装とかがちょっとキラキラしてる感じなんですけど、そんな感じで見ていきたいと思います。そしたら記念すべき第1枚目はこちらです。じゃん。これやばくない？いや、あの本当にモアナ。いや、モアナじゃない、いんのよディズニーで。こういうキャラクター、ディズニーでしか見たことないの、逆にこういうキャラクター。髪の毛がもうクルクルで、量もすごい多くて超可愛い K-POP アイドルみたいな感じしたんですけど、でもいつもの私とは全然雰囲気違くないですかっていう。え、でもめっちゃ可愛いよね。で、こんな感じでいろんなポーズをね撮ってたんですよ。こんな感じとかこんな感じとかこんな感じとか。でも私まず表情がとにかく作れなくて、写真をね撮られるの慣れてないんですよ。私はたどりがマジで慣れてなくて、どういう顔したらいいか全然わかんなくて、でもカメラさんが可愛いよ可愛いよ可愛いよってやってくれた。あ、モデルさんってこういうのも一回やってんだって思いながら受けてました。
で、逆奇跡、奇跡になれなかった版っていうのもありまして、カメラ押すタイミングと私の表情が合わなかったやつなんですけど、こちらです。もうバチバチに白目向いてんの、これ。あとはこちらです。いやでももう完成形がすごい素敵なものができたので、めちゃくちゃ楽しかったんですけど、しかもね、これね、成功例を見ていただいたら分かってます。表情一緒じゃねって思うと思うんですよ。ここにね、テープをこうやってずっとこうなってたんですよ。だからモデルは TWICE のサナちゃんの画像を参考に、ああいう髪型とかメイクをしたんですけど、そのサナちゃんの写真がこういうなんかみたいな、うーってしてる口なんですよ。なんですけど、うーってしてみてって言われたんだけど、ここがね、こうやって引っ張られてるから、うができなくて、みたいな、なっちゃって、ずっとこう、こうやってやってるしかなかったっていう。自分じゃないみたいだったし、本当に楽しい楽しい撮影でした。これなんで私二十歳のこのタイミングで撮ったかというと、来年もしかしたら痩せてた時に撮ったら、全然違う私になるんじゃないかなって思って、それもあって、今回は撮ってきました。なのでまた来年に向けてダイエットも頑張りつつ、この奇跡の一枚を撮るのを楽しみに楽しみに頑張っていきたいと思います。てか本当にプロのメイクさんにお化粧してもらって、写真も撮ってもらうっていう機会が本当に、ああ楽しかったなって感じだったので、また私が痩せてっていろんなお仕事が増えていったら、いろんな私を出せるように頑張りたいなって思いました。ということで、リスト萌えでした。この奇跡の一枚の動画が良かったなって思っていただきました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ということで、リスト萌えでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。